2時より世界のクマさん北極熊前におきまして北極熊ガイドを行います。ぜひお集まりください。次になりましたので、ただいまから北極熊ガイドを行いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まずですね、最初にちょっと待ってるようなので、ちょうだいだもんね。それやってたんだ。よだれが出てる。今皆さんご覧いただいている、北極熊、この子がララという名前の、今19歳の女の子です。で北極熊はみんなね、顔も違えば性格も違うんですけど、このララは、若干丸顔のマシュマロ系女子だね。よく言われますけども、で今やってるポーズはこれ頂戴のポーズですね。昔から誰が教えたわけでもないですかね。ずっとやってますけど、ね、で、ファリアモド物体このララ以外にも、他にね全部で3頭を北極熊飼育しております。で、このララの1つ帽子を挟んで反対側ですね、向こう側にはキャンディーという今21歳の、女の子が、います。でこのキャンディーは実はですね、丸山動物園で一応繁殖を目的としたブリーディングローンっていうね、動物園内での、動物を、繁殖目的でお借りしている個体なんですね。でこのキャンディーは、一応当初ね2年契約でということでねお借りしてたんですね。スタジオさんの登場だと思いますけど、でまあこんな3頭のホッキョクマ丸山動物園では飼育しております。もう身を乗り出す、もう一回。実はこのララですね、これまで5回の出産経験と、7頭の子供を産み育ててきたというねベテランのお母さんなんです。でこれまでに産んできた子供たちは、どこに行ったかというと、最初に生まれたこれ強しという名前 の、 女の子なんですけど、働いてる。で、まあ、出産して子育てね、しただけでね、そんな表彰状をもらえるということはどういうことかというと、それだけ飼育下でのホッキョクグマの繁殖が非常に難しい難しいということで、で、なんでねこのララが、日本国内でねここまで繁殖に成功するかというと、まあ野生下では大体出産12月ぐらいが多いんですけども、11月ぐらいにホッキョクグマも巣穴の動物の気配だったり、それを断ち切るために、11月室内に収容してからは、でちなみにですね今挙げてる餌これがホッケです。野生芋ですね。本当だ。特殊ですね。だから特にリンゴが好き。あと人参もあげます。今日特別に一つキウイもあげる。トウキビ好きだよ。どうしよう。どっちがいいかな。だからトウモロコシ結構大好きで、芯も残さず食べますね。でなんかね、他にもその季節季節のね美味しい果物やスイカとかね今時期なので結構あげたりもします。で1日の量、夏場でだいたい7キロから8キロぐらい餌を与えてます。でカロリーにしてまあ5000キロいかないぐらいかな、4000キロカロリーぐらいですね。で出産準備に入りますので、できるだけ、9月頃からね餌の量を増やしていきます。で実際に巣ごもりする11月直前には、今7キロぐらいの餌が20キロぐらいになります。これを全部平らげますね。で、できるだけ、食べさせると。でその時に栄養が足りてないと、せっかく双子を産んでも1頭は育児放棄してしまうことが多いですね。なので、おそらくこれまでねララが出産してきた子供たち、まあ、1頭の時が結構多いんですけど、もしかしたら、おそらくもう1頭いたんじゃないかなと思われますね。本当に産んだ瞬間に食べてしまったりするので、なかなか確認は難しいですね。食べた？最後にですね、今日はご褒美でこんなのを持ってきました。何でしょう？骨ですね。
これ牛の牛のあばら骨です。あばら骨、ほとんど肉は残ってないんですけど、おもちゃなんかでも使えるし、結構ね、ペロペロしゃぶったりして食べたりして、人参ちょっと食べてくださいね。口からちょっと人参食べてから、口から人参出てるよ。食べてから食べてから、もう目に入っちゃう、もうダメ、ちょっと出てます、あと食べてから、ね、ちっちゃいお子さん見てるね。ちょっと食べなさい、食べない、食べない、ちょっと見せるの早かった、そう見せちゃったもん。なかなかしまわないで、じゃあ、ね、最後にご褒美でね、もうあげたいと思います。行くよ、ララ降りる、おいしい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 、今7キロぐらいの餌が20キロぐらいになります。これを全部平らげますね。
できるだけ、食べさせると。でその時に栄養が足りてないと、せっかく双子を産んでも一頭は育児放棄してしまうことが多いですね。なので、おそらくこれまでね、ララが出産してきた子どもたち、まあ一頭の時が結構多いんですけど、もしかしたら、おそらくもう一頭ね。で、マリアモンド牧場、このララ以外にも、他にね、全部で3頭をホッキョクマ飼育しております。で、このララの一つ、帽子を挟んで反対側ですね、向こう側にはキャンディーという今21歳の、女の子が、います。でこのキャンディーは実はですね、丸山動物園で一応繁殖を目的としたブリーディングローンっていうね、動物園内での、動物を、繁殖目的でお借りしている個体なんですね。でこのキャンディーは、一応当初ね2年契約でということでね、お借りしてたんですね。久々の登場だと思いますけど。で、まあ、こんな3頭のホッキョクマ丸山動物園では飼育しております。もう身を乗り出してもう一回やろう。実はこのララですね、これまで5回の出産経験と、7頭の子供を産み育ててきたというね、ベテランのお母さんなんです。でこれまでに産んできた子供たちは、どこに行ったかというと、最初に生まれたこれ強しという名前 の、 女の子なんですけど、働いてる。で、まあ、出産して子育てね、しただけでね、そんな表彰状をもらえるということはどういうことかというと、それだけ飼育下でのホッキョクグマの繁殖が非常に難しい難しいということで、なんでね、このララが、日本国内でね、ここまで繁殖に成功するかというと、まあ、野生下では大体出産12月ぐらいが多いんですけども、11月ぐらいにホッキョクマが巣穴に動くの気配だったり、それを断ち切るために、11月、室内に収容してからは、でちなみにですね、今挙げてる餌、これがホッケです。野生芋ですね。本当だ。一口ですね。ララは特にリンゴが好き。あと人参もあげます。